この番組はホームゲームを中心に愛媛 FC の試合結果や活躍した選手、愛媛 FC のイベント案内などをお送りします。ファイト愛媛 FC ホームゲーム直前ドイーネサンパークだより、愛媛 FC 営業部の土井壮介です。よろしくお願いします。この番組では、私土井が紹介するドイーネな選手、そしてホームゲームのドイーネな企画を紹介する番組となっております。今回一緒に紹介してくれるのはこの2人です。お願いします。背番号17番茂木俊介です。お願いします。そして背番号6番佐々木匠です。よろしくお願いします。ちょっと元気出してくれる。はい、元気。元気、元気。はい、元気、はい、お二人はまあ、知ってる人は知ってると思いますけども、まあ、仙台ユースの時からね、まあ、先輩後輩っていうような関係ですけども、去年の松本戦ですかね、ホームで佐々木選手が、まあ、佐々木選手らしいミドルシュート決めて喜びに行ってハイタッチするのかなと思ったら首根っこひっくり返して喜ばず帰っていたシーンありましたけどね、はい、あれはやっぱこう仙台時代からの仲やから、なんかまあ普通に腹立った。いいゴールすぎて腹立って。なるほど。いやでも一番驚いたのは知らぬ間に結婚してるし、うん、知らぬ間にババになってるし。ああそっか、まあそう言われてますけど、まあ大人になりましたね。はい、茂木選手は独身です。あれそこいい、そこいい、そこはいい、そこはいい、そこはいい。出ましたね、茂木選手の左ツッコミ。両利きだね。両方いける。どうですか、佐々木選手から見て茂木選手なんか変わったなとかあります？変わったなっていうのはないですかね。茂木くんは茂木くんのまま変わんないみたいな。でもなんかちょっと変わっちゃったなっていうのも一個あってね、昔のツイッターをね、茂木選手のずっと遡ってみたんですよ。めちゃくちゃ見てるじゃないですか。いや、なんかないかなと思って。そしたら最近はね、やっぱ J リーガーツイッターやっちゃってるというか、なんかちょっと買ってもダメだし、買ってもなんかね、なんか なんていうんですか、次も頑張ろうみたいな、はいはい、で全員集合写真みたいなんやけど、昔はね、勝つってやっぱいいよな、モテよっていう、なんか間三つのみたいなやってましたよ。見てますね。やってたよ、もう5、6年前ぐらいのやつ、はい、それちょっとやっぱ久々にな、それぐらいの時のね、やってほしいですよ、愛媛でも。いや、そうですね、うん、いや一応文まで打つんですよ。うん、うん、でもなんかちょっと見渡して、うん、やっぱやめようみたいな。なるほどね。ただあります。あ、まあいろんな経験積んで、はい、やっぱモテよってやっぱあんま思んないなって。あれ好きっすね。あれ好き。好き。それちょっとぜひね、サポーターの皆さんさかのぼってください。茂木選手の仙台時代、勝つっていいもんだな、モテを、大は難しい方の方でやってるっていうやつあるんで。だからでもすぐ今消去しだすんで恥ずかしいからって。だから本当はそういうこうお茶目な先輩的なとこもあるってことでしょ。いやでも今もやっぱ昔もやっぱ表に出しないだけで、そういうとこから結構上の先輩とこからめちゃくちゃこう、うん、なんかこう可愛がれてたっていうところも見てきてますし、あ、だからちょっとまあ年齢も上がってきて、その若手という枠から抜け出してしまったせいでそういうことができなくなって、全然やってください。いや、はい、拾っていきますんで我々は。ツイートしたら返信します。オッケーオッケー。間三つのみたいに言ってやりますんで。待ってます。さあということで、さあということで、今週は4月29日の、土曜日、まあ、ゴールデンウィークの頭ですけども、ホームでFC 琉球と対戦します。まあ、茂木選手にとっては古巣っていうような対戦相手ですけども、意気込みをお願いします、一言ずつ。一昨年まで2年間在籍していたチームなので、まあ、知っている選手もいますし、絶対に負けないです。はい、ホームでやりますし、今負けなしできてると思うんですけど、まあ、勝ち星がやっぱり欲しいので、しっかり勝って、まあ、あと個人的にはまだゴール取れてないんで、ゴール取って勝ちたいなと思います。はい、はい、だからえぐいミドルシュート決めて、で茂木選手が首根っこつかめて、倒して、で勝った後のツイートで勝ちっていいもんだな、モテを、ここまでセットでじゃあ行きたいなと思いますんで、じゃあぜひ皆さんも期待してください。スタジアムに見に来てください。じゃあそれでは皆さん、せーのでいきますよ。せーの、ドイーネ。みんなで愛媛 FC を応援しよう。ファイト愛媛 FC。